特別非常勤講師とは、教育職員免許上の授与を受けていないものであって、都道府県教育委員会に届けることでつく学校の非常勤の講師のことである。特別非常勤講師の制度は、教員免許上を持たない者を非常勤の講師に充てる制度で、1988年の教育職員免許法の改正により、制度化された。 教員免許状を持たない社会人を学校で活用することで学校教育の多様化の対応を活性化することが制度の建前である。制度ができた当初は音楽、図画工作、家庭等特定の教科に限られていたが法改正により現在ではすべての学校、すべての教科において特別非常勤講師を担任させることができるようになっている。 しかし、教員免許状を持たない者を教団に立たせることなどについては批判もある。また、地域により採用条件や募集の告示、人選等が不透明な場合もあることは否めない。単に教育予算を削減するためのリストラ対策として制度を利用するのではなく、助教諭から普通免許状が取得できる。 教育職員検定制度と同様に、特別非常勤講師についても、正規の教員としてふさわしい人材については、免許上取得への道が開けるようにするなど、人材発掘のために制度を活用できるようにすることが望ましいと言える。高等学校では、特に農業、工業、商業、水産などの専門教育に関する教科での活用が多く、次の教科、 科目などを担当している特別非常勤講師が見られる。普通科の場合、学校独自に設定する科目で実務経験者の支援が必要とされるような場合や、総合的な学習の時間に対応することが多い。また、教員免許状を得ている非常勤講師が免許外の分野での対応を求められる場合にも特別非常勤講師として対応することがある。共有。 上勤の職にある講師が免許外の授業を担当する場合は各教育委員会の判断で授業持ち時間数の範囲数を超えない範囲とされていることが多い。共有免許を持たない特別非常勤講師が実習科目の指導をする場合は評価権を持たないことが多く、この場合実習教諭が生徒の評価を実質的に査定すると言って良い。厳密には 強化で査定し、成績会議に提出され、これを基礎に、学校長が表情を査定、認定するプロセスを経る。ありがとうございます。